まあ僕はね一人で、やるとした時に結局はね来てくれる。で行かないよ行かないよなんつっても結局は来て、盛り上げてくれる。まあそうですね、まあ一言で言うなら世界の小林、ある精神病院にて、精神病の患者が、俺はマイケル・ジャクソンだと主張するので、医者がその患者に、お前はなんで自分をマイケル・ジャクソンだって言うんだと質問した。すると患者はこう答えた。それはね、神様がお前はマイケル・ジャクソンだって言ったからだ。するとそばにいた男が怒った顔でこう言った。俺はそんなこと言った覚えはないてね。ありがとうございました。